きらめきは県漁協が今年から認定する天然能登寒ブリの最高級ブランドで、おとといの初競りでは厳しい基準をクリアした1匹を七尾市のスーパードンタクが400万円で競り落としました。先日競り落とされた400万円のきらめきを買おうと多くの客が集まっています。きらめきは今日ドンタクの金沢市と七尾市の2店舗で刺身と寿司にして合わせて160パック限定で販売されました。店の担当者によると1パックの原価は2万5000円ですが、今回は540円で販売され、整理券は開店前にはなくなる人気でした。今日8時半ごろにお店に行きました。お昼にすぐ食べたいです。びっくりしましたね。400万500円で買ったんで、もうちょっとみんなに自慢してやろうかなと思ってます。これだけたくさんの方が来られるかって本当にびっくりしております。食べていただいて美味しかったというふうに思っていただければというふうに思います。どんたくは今後も能登の食の豊かさを発信していくということです。